リップスターの本庄沙織です。今日は金沢競馬場で開催する100万石賞の予想をお届けいたします。まず本命に選んだのが10番白山アマゾネスです。年へ入る時にも本命に選んだ馬ですが、前走の年へ入れば8馬身差の圧勝で優勝となりました。今回は外枠を引いた点は少し割引材料ですが、前走内容から考えると馬券圏内を外すことはないと判断して本命で狙います。続いて対抗に選んだのが1番ダイヤモンドラインです。年杯では4着に敗れましたが、その後は条件戦をきっちりと優勝してきており、能力は高い馬と再評価いたしました。鞍上にも渡辺達也騎手が予定されており、名古屋競馬で絶好調な騎手が騎乗するという点も楽しみです。次に穴馬に選んだのが8番アイアムレジェンドです。前走は初の金沢競馬で4着止まりの競馬でしたが、この馬にとっては少し距離が短かった印象でした。2022年には金沢競馬の犬鷲賞を優勝した実績があるように、中距離でこそ持ち味を生かせる馬なので、大幅な距離延長となる今回が狙い目と判断いたしました。今回は3連単フォーメーションで1着10番白山アマゾネス、2着3着に1番ダイヤモンドライン、7番エイシンアンバル、9番フォルベール、以上の3頭を選びました。最後3着固定に選んだのが4番テトラルキア、6番サジェス、8番アイアムレジェンド、以上の3頭を追加した3連単フォーメーション15点で的中を狙いたいと思います。今週はウィンナーカップの予想も私が配信しておりますので、そちらもご視聴お待ちしております。以上、本庄沙織でした。